ねえねえ、ズンダモン、もうすぐ冬がやってくるわね。そうだね、ストーブがお友達の季節がやってきたのだ。冬になると夏の時期とは違う考え方で就活を検討する必要もあるのだ。例えばどんなことに気をつけたらいいのかな。冬の求人探しでは雪が降って交通機関が麻痺することも十分考えられるから、関心を持った企業さんの立地や通勤経路を調べつつ代替ルートも把握しておくととても良いと思うのだ。もしかしてこれは夏の就活でも検討した方が良いようなところじゃないかな。さすがメタン、そこが超絶重要ポイントなのだ。この時期にしっかり検討することで年中就活に役立てていくのがとても合理的な思考なのだ。冬の時期を活用して冬の対策も検討しながら通年で考えると良いのね。V。いつも皆さんのことをこの場所から応援しています。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。